はいどうも、ハルキです。今回はこちら。ベイブレードバースト B75 ブースター、ブレイズラグナルク 4CFL を紹介していきたいと思います。こちらはですね、第3世代ゴッドレイヤーシステムシリーズの初のブースターでございます。箱がね、こんな感じで、従来のブースターに比べて、こう、縦から横になりました。これがね、やっぱ一番の箱の変更かなと思います。個人的にはね、この横タイプの箱の方が好きですね。うん。こう、見やすいというか、馴染み深い感じがしますね。で、今回キャラクターがね、ここに、モデルが書いてあります。箱はこんな感じ。ここが斜めにこう、スッてなってて。まあ、大体ね、スターターと変わりはないです。早速開けていこうと思います。もうね、ラグナルクの動画いっぱい人、上げてる人いっぱいいるので、大体強さはね、知ってるんですけれども、なんかね、歴代のラグナルクの中で一番強いらしいですね。よいしょ。セット内容はこんな感じ。ブースターなんでね、ベイ本体とステッカーと説明書のみとなっております。いや、ラグナルクね、かっこいい。見た目、一番好きかもしれないです。このラグナルクシリーズの中で。うん、かっこいいよね。おー。はい。というわけでね、シールを貼って、詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでね、シールが貼り終わりましたので、詳しく見ていきたいと思います。まずはレイヤーのブレイズ・ラグナルク。終末の炎をまとう悪魔モチーフで、回転するとここの開閉式のウィングが開いて、遠心力を強化し、相手に当たった時はウィングを閉じて、相手に当たった時と、後半はウィングをこうね、閉じて、攻撃力もキープするゴッドレイヤーでございます。今回このブレイズ・ラグナルクのゴッドアビリティは、ここのウィングのね、開閉によって、スタミナを強化しつつ攻撃力も上げるという、スタミナウィングがゴッドアビリティでございます。でね、レイヤーのデザインすごいかっこいいと思います。ジェル・ヨルムンガンドとか、インフェルノ・イフリートをちょっとね、思い出させるような感じのレイヤーになっておりまして、でね、ここ、オレンジ色の歯、だいぶ分厚く作られておりましてね、防御力もそこそこあるんじゃないかなと思います。そしてね、この、ここですね、このね、ここら辺、もうね、真ん中が肉抜きされまくってるんですよ。真ん中が肉抜きされまくってると同時に、ここの外側が分厚い壁になっていて、プラス、ビスがね、この外側についているので、遠心力がものすごい上がっているのかなと思います。ライジングラグナルクとカラーリングはほぼほぼ一緒なんですけど、ちょっとね、水色が入ってくることによってかっこよさが増しているかなと思います。横から見てもね、分厚さが本当にだいぶ分厚く 1.5 倍ぐらいになってるところもあると思います。初代ラグナルクと比べるとこんな感じ。分厚さはね、初代ラグナルク譲れのところはあると思います。ただね、直径がね、もう本当にでかくなってますね。やっぱりゴッドレイヤーシリーズ恐るべしって感じの。ロックの硬さはスタミナタイプ界では最高に高い気がします。ガッチガチですね。ゴッドレイヤーシリーズは基本的に、レイヤーのロックの硬さが高いような気がします。そしてコアディスクの4フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、幅広のね、4つの羽、ここですね、この数字の4がここにあって、ここにね、ローマ数字の4が入ってるっていう、なんともおしゃれなデザインのディスクなんですけど、この幅広の4つの羽が遠心力を強化するスタミナ系ディスクでございます。重さはね、結構ずっしりくる感じがしますね。こうデザインがすごいね、好きですね。なんかスタミナタイプの羽っていう感じがものすごい表されてる感じがします。そんな感じかな。そしてフレームのクロス、コアディスクに取り付け可能なフレームパーツ、コアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツでございまして、右回転にも左回転にも対応した4枚刃で、連打と、防御力をアップするフレームでございます。これはね、ほぼほぼ戦対称なディスクですね。まあね、クロスという名の通り、こう対角線上というか、まあそこにね、こういう風に突起がちょっとあるっていう、まあほぼほぼ円形のフレームでございます。最後にドライバーのフリューゲル、右回転時にはアッパーフォースを生み出す、ここの4枚刃ですね、アッパーフォースを生み出す4枚刃がついている、持久力を強化するスタミナ系ドライバーでございます。これね、ゴッドレイヤーシリーズの中のドライバーでは一番今のところ地味なドライバーなんですけど、この軸先がね、サバイブよりちょっと細い感じになっていて、まあね、この空力効果を生み出すね、アッパーフォースもついているドライバーなので、何に強いかなと思いますね。色もね、すごい鮮やかで綺麗です。というわけで、ディスクとコアを取り付けて、レイヤーにディスクを重ねて、ドライバーで締める。ブレイズ・ラグナルク 4CFL が完成しました。フォルムはね、一番かっこいい
かもしれない。この色の統一感、レイヤーとドライバーの色の統一感が素晴らしくて、しかもねそのオレンジと水色はすごい合う色なんで、なんかねまとまってる感じがすごくしますね。はい、フレームもしっかりとした線対称じゃないんですけど、ほぼほぼ線対称なんで、バランスもすごく、見た目のバランスもね良くなるかなと思います。このね FL は、まあ、僕のドライバーかなと思います。では早速ねバトルしていこうと思います。はい、今回も前回同様にまずは単体で回して動きを見つつ、2世代目の初期4機と戦わせていこうと思います。すげー綺麗でね、回しやすい、一番回しやすいかもしれません。すげー安定してんな。まあそんな感じですね。綺麗だし安定してるからだいぶこれ強いと思います。では早速ねバトルしていこうと思います。待って待って、V 割れが強すぎる。もう一回出してください。V 割れの自滅が多すぎる。めちゃめちゃ安定してるな。まあ勝てるよね、さすがに。おっ、ただ落ちた、すげえ。あぶねえ。これで負けたらね、もう立場ないよね。うわー、決まった。カウンターも決められますね。一回ビバルってやります。勝てますね。はい、というわけで今回こちらのねブレイズラグナルク使っていったんですけれども、最初に一つ言わせてください。どっか行っちゃった。張ってなかっただけだった。あ、よかったよかった。でね、使ってみた感想なんですけど、安定して強いですね。歴代ラグナルクのいいところをね取ってきてる感じがしました。初代ラグナルクの分厚さに、2代目ラグナルクのスタミナの保持力をね兼ね備えていると思います。でね、やっぱりゴッドアビリティのこのスタミナウィングの能力はいまいちね発揮されてるかわからなかったなので、また今後検証できる機会があればしてみようかなと思いました。でこのね 4C なんですけど、これはもうね本当に安定して強いパーツかなと思います。これつけておけばね強いんじゃないのみたいな、そういう感じのパーツだと今のところ思っております。そしてねドライバーのフリューゲルなんですけど、アッパーフォースを生み出すかはどうかは別として、まあね純粋な軸先、シャープの軸先なんで、まあ、弱いってことはないと思いますね。一番思ってたのはスタミナタイプにしてはねロックがすごいガチガチに硬いので、なかなかバーストされないなと思いました。スタミナタイプの弱点であるバーストされやすいところがね改善されているので、これ強すぎるんじゃないかなとちょっと思いますね。まあ、今後ガンガン使っていってどんな感じか確かめていきたいと思います。というわけで今回はこちらのベイブレードバースト V75 ブースターブレイズラグナルク 4CFL の紹介でございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。バイバイ。